どうしたの？なんか楽しいなって。それは良かったです。ねえ、まだ時間ある？無職だからね。え、休暇とかじゃなくて？クビ。その代わりがっぽり退職金もらえた。それは最高だね。言われてみればね。でも俺はトイレで号泣したよ。誠くんの欠点は？無職以外の欠点。潔癖症とか。いや、3秒ルールで育ってきたからね。息子にさ、それ教えたら不潔だって旦那にすっごい怒られて。でもね、免疫力とかって必要でしょ。あ、絶対分かった。インフルエンザの注射打つと腕がすっごい腫れるの。それ欠点って言わないから。生物学的に考えると、おそらく腫れは何かしらの拒否反応 でインフルエンザの菌に対して俺にはその抵抗する力がないから、だから要するに。あ、分かった。欠点もう大丈夫。何が大丈夫だ。何欠点。めんどくさい。